皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はね、久しぶりにですね、ご紹介になります、なぜこれにシリーズですね、打本の、中核というか、まあ屋台骨を支え続けていく清掃、ボードウォークですね、のご紹介でございます。これですね、ご注文いただいたのは結構年配の方で、まあ、非常にこう、なんていうかな、まあ、時代を感じるというか、素敵だなというような引きこもごもでございました。まずですね、ママさん自転車に乗ってお見えになりまして、でどんなの探してるんですかみたいな話をして、まあ、いろいろ話を聞いていくとですね、ママさん自転車に乗って、札幌のね、いわゆるまあ代表的なサイクリングルートと言われている石狩灯台っていうのがですよね、ロード買って初めて買ったような人がよく行くんですけど、そこの石狩灯台とかまでよくそのママさん自転車で行ってると。で、じゃあそれなりに乗れるじゃないですかみたいな話なんですよね。でもう70過ぎぐらいなんだよなみたいな話してましたけど、いやその御年でそんだけ乗れりゃ大したもんっすよみたいな話になって、でその方がなんでうち来てくれたかというと、今年ですね、日本ハムファイターズがですね、北広島っていうところに野球場を作ったんですけども、それをちょっとね、サイクリングロードを通って見に行ったと。でところどころさ、やっぱ坂道が出てくるんですよ。それがちょっときついんだよねと。でやっぱ電動アシストとかがいいんじゃないと思ったんだよねということで、まずはデイトナの D01 ですね、あれが気になるということで来てくれた人でした。でまあお話を聞いてたりとかですね、乗ってお見えになった自転車を拝見するとですね、電動アシストいりますかねというような感じだったんですよね。まあ欲しいと入れればそうなんでしょうけど、でもあなた電動アシストなくても今までずっとそれで自転車でいろいろ乗りまくってきたんだったら、せっかくね、今まで蓄積してきたそのなんか自転車人としての力量が、アシストが入ることによってなんかこうね、衰えていくんじゃないですかと。で年齢的に、まあこういうこと言うと失礼なんですけど、年齢的にほっといても強くなることはないんだから、もういかにしてそのね、筋力とかその辺の低下を阻止するかっていうところを、目指すべきであって、そういうふうに考えたらアシストじゃない方が弱ないですかねみたいな話に、まあ、なったわけですよね。でまあいろいろね、いろんな車両があって、畳める自転車でちゃんと走りますってということでいろいろ、お話をして、まあもちろんね、D01 が買えのを目指すぐらいだったらブロンプトンとかいいんじゃないですかみたいな話をさせてもらったりとか、ルートに乗ってもらったりとかいろいろやった結果、ご家庭にね、いっぺん持ち帰って、家族会議にかけてどうしようということで、いろいろ考えて、やっぱりこれにしますということで、お選びになったのがこれでした。まあ、やっぱね、やっぱ初めてこの手の自転車に乗りますと。で、そのママさん自転車みたいなのにずっと乗ってたというのは、体力的にはもう多分問題ないと思うんですけども、その畳める自転車をどう畳んで使うのかということに関して言うと、まあ、まだまだその経験不足というところはもう自認されてますので、まずこの車両でですね、あれこれやってみようと。そのね、ブロンプトみたいな高いの買ってもらうのはすごく素敵なことなんですけど、畳んだ後にどう使うかっていうような、ところで、なんていうんですかね、こうビビってしまって、結局畳まずにずっと置いといちゃうんだよな、みたいな話になるぐらいだったらね、それはもう無駄金ですから、まずこれで、いろいろやってみましょうと。で、畳んでね、あれこれやるということが本当に素晴らしいものであるか、そうでないかっていうのはやっぱりやってみないと分かりませんから。で、それをちょっとね、検証するような意味でもこれに乗りますというようなことでした。で、これをね、お選びになる時のやっぱ決め手になったのはその耐久性の高さ。よくお話ししますけど、20世紀の頃から多分作ってる打本って言ったらこれとスピードぐらいじゃないかなと思いますし、もう信頼のスチールフレーム。で、あとは、なんていうんですかね、このフェンダーとかですね。この辺の、まあ、細やかな演出、これはやっぱりよくできてるねというところで、あとはそのやっぱママさん自転車にね、そんだけガンガン乗りまくって、雨が降ろうが何所か乗ってらっしゃるそうなので、やっぱりこういう相当しっかりしたフェンダーがついているというのは、やっぱりポイントとしては高かったようですね。あとはね、これをね、ママさん自転車とは違うような乗り物としてできてますので、ママさん自転車とは違う使い方、をそのご本人さんのね、生活の中、趣味の中、いろんなところでその文化としてこう定着させてもらうにはどうすればいいのかと、ね、どういうお手伝いをしてばいけばいいのかというようなことを考えながら、お客さんとお付き合いができればなというふうに思っちゃったりしたところでございました。安全運転でね、お楽しみいただきたいと思います。